なんで起こしてくれなかったな。何回も起こしたよね直オ終わっちゃったとっくに終わってるねえスタッフさんやっぱり起こしてくれてないと思う起こしたよね目覚ましは自分で止めてたじゃないいや自分で止めるはずない記憶ないもんバカ、うん、バカって言われたバカって言う方がバカなんだよ ディーブはあ話が変わってきてますけどメロンまあ、ともかく私たちはちゃんと起こしたんだからはいはいちゃんと仮りには起きなかったら起こしたって言わないけどねメロンいいよ t ーバーで見るからね t ーバーはダイジェストでしか見られませんけどねうそだ 見見逃したやついついもも、er、で見てるもん半沢直樹はね10分間のダイジェストしか見られないの。えー嘘だろ逆っかり残りの45分は見られないってことなんだよ。まあそういうことね。 なるよねでもかりんちゃんのせいだとはいえかわいそうだから少しだけ教えてあげようかしらぜひお願いしますうんそれなら一個だけ教えてあげる半沢のやり方が気に食わない政府国土交通大臣の白井さんがね幹事長の園部さんの力を借りて東京中央銀行の問題をあぶり出すために金融庁検査を行ったのそしたら金融庁検査を乗り切るためにデータを不正してることが見つかったのそして して、そのデータを不正した人物。が、そのべ誰だよ。それあ,あ、中途半端に聞いちゃったから余計見たくなっちゃったよ。その目が気になる。今、仮の中ではその目が主人公になっちゃったよ。どういうことだよね？ そもそもかりんちゃんがあんなに起こしたのに起きないから悪いんでしょ起こされてないもん。何回も何回もかりんちゃんって呼んで、起こしてあげたよねもう。そしたらわかったって。いや、そんなこと言ってないもん。記憶ないもん。じゃあ、あの10回設定したアラームはだから、それもかりんちゃん自分で止めたでしょそんなはずないもん。記憶ないもん。怪しい。これは不正があるぞ。 それではカリン調検査を行いますあなたはどのように狩りを起こしましたかまた10回もなるアラームがなぜ鳴っていないのか説明しなさいめんどくさうわ、めんどくさいで片付けようとしているところがすごく怪しい不正の匂いがプンプン、オプンプンするよああ、もうカリンちゃんごめんごめんじゃあ来週は一緒にちゃんと見るよね まあ100歩譲ったとして狩りも全く悪いっていうわけじゃないと思うからさ来週はちゃんと起こしておくれよ首を絞めてやりたい最後までご視聴ありがとう, <music> がとうチャンネル登録をしておくと狩りたちの動画が見つけやすくなるよそしてベルマークを押しておくとチャイたちが動画をアップするとお知らせが来るよね あなたにおすすめの動画 <laughs> 結局カーリダイジェスト見たけどさ、うん、最高に面白かったよカーリンちゃんダイジェスト3回ぐらい見てたもんねまあ大好きだからねそして9月中旬にさ、うん、半沢直樹の最新作本が出るんだよ気になる